皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。中学3年生になると社会科が公民という科目になります。その公民の中で経済を勉強するんですけれど、経済で為替が出てきます。為替の中に1ドルいくらと、ね、1ドル103円ですね。今だいたい1ドルが何円だというのを勉強するんですけど、この時円高とか円安がなかなか理解できない子が多いので、今日はそのことについてお話しします。と、分かりやすいようにまず基準を1ドル100円としましょう。この1ドル100円だったものが1ドル130円になった時、1ドル80円になった時、どちらが円高でどちらが円安なのでしょうか。となかなか理解できない子どもたちはこういうふうに感じてしまうようです。1ドル100円だったのが130円だった、数字が大きくなったから、あ、これ円高だと、ね、1ドル100円だったのが80円だった、数字が小さくなったから円安だと、こんな風に内容を考えないで感じてしまうんですね。感じたものがスッと言葉に出て、これ円高円安って答えるんですけど、これ間違っています。そういう子たちにはまずどういう風に教えるかというと、普段私たちは円を使っているので、この1ドル何円というのを、これ何円が1ドルという順番に変えます。基準は1ドルが100円だったから100円を前にして、100円で1ドルと、これを100円で1ドルが買えるよと考えてください、ね、100円で今1ドルが買えるんだよと。ところが次は1ドルが130円、この意味は1ドルを買うのに130円払わなければいけなくなったんだよと。1ドルが100円で買えたのに、今度は130円払わなければ買えないと。じゃあ払うお金がたくさんなったわけですよね。じゃあこちら値段高くなったの、安くなったの、こう聞いた時、今度円が前になっていると分かりやすいんですね。払うお金が増えた、じゃあ高くなった、品物が高くなったということは、これはドル高だって理解できるんですよ。だから最初にすることは、円を前に出して円でドルを買うというイメージをつけさせます。じゃあ次には、1ドルを買うのに100円払っていた、ところが1ドルを買うのに今度は80円払えばいいんだよ、この場合はドル高なの、ドル安なの、今度払うお金が少なくなったんですよね。払うお金が少なくなった、同じものを買うのに払う分が減ったということは安くなったということです。ですからこれはドルが安くなったということで、ドル安、こういうふうになるわけです。でここに戻るんですね。じゃあ同じように考えようかと、ね、1ドルで100円買うことができたとね、払うお金1ドル、それで100円を買えるんだよと、日本のお金の100円を買えるんだよ。次は1ドル130円というのは、1ドルで今まで100円しか買えなかったのが130円買えるようになったんだよと、ね、これイメージしにくい子には、これ1円玉の数であります、1ドルで1円玉が100個買えたと。ところが同じ金を出して、同じ1ドルを出して今度は130個買えるようになった、買える量が減っ、ね、増えた、買える量が増えたってことは、これこの品物は安くなったの、それとも高くなったの、たくさん買えるようになったんですから、これ安くなったんですよね。ということでこれは円安ということになります。ところがところが、今度は1ドル100円だったものが1ドルで80円しか買えなくなっちゃったと。つまり1ドルで買える量が減った、ね、買える量が減ったっていうことは、物が高くなったということですよね。ですから円が高くなった、だからこちらが円高なんだよと。こうすると大体分かってくれるんですけれど、ここでもまだね、ちょっと使えてしまう子がいるんですよ。そういう時にはお菓子の値段の話をします、ね、お菓子の値段100円で今お菓子が2個買えますと。ところがセールの時には
100円で4個買えます。じゃあ100円で4個買えるときお菓子の値段は高くなっていますか、それとも安くなっていますか、ね、分からない子はこれ1個いくらっていう話をして、上の場合100円で2個の場合は1個これ50円だよね、でも100円で4個買える、これは100÷4、これ計算すると25だから、ここで50円だったものはこっち数が増えた時には1個25円で買えるんだよと、つまり安くなったんだよ ね、お菓子安くなったんだよね、セールの時安くなったんだよね、だからこちらの数、お金の数とこっち品物の数、品物の数が増えている時、同じ値段で買える品物の数が増えている時はこれ安くなったってことだよね、品物が安くなったってことだよね、だから1ドルで100円を基準にしたら1ドルで買える量が130、買える量が増えてるよね、数が増えてるよね、つまり品物は安くなったんだよね、これ円だから円安だよね、1ドル80円、今度買える量が減ってるよね、減ってるってことは高くなったんだよね、だから円高だよね、こんな話をしています。今日は円高円安についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。